M ラインミュージック、お相手は夏焼みやびと宮本かりんです。M ラインミュージックはオフィシャルファンクラブ M ラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回はこの2人でお届けしていきます。始まりました、 M ラインミュージック。夏焼さん、かりんちゃん、よろしくお願いします。アルバムラフ&ピースの発売が近づいてきましたが、どんな楽曲が収録されているのでしょうか。はい、様々なね楽曲があるんですけども、なんと今回のアルバムの中にですね、高橋愛ちゃんの旦那様阿部浩二さんの作詞の楽曲がなんと3曲も、はい、そんなにあるんです、うん、はい、ということで本当にもう芸人さんだなという、うん、本当にあの面白いね歌詞がたっぷり詰まった楽曲がいっぱいあるので、本当にどの曲もすごいノリノリで聴ける曲もあるし、あ、なんか、あ、この曲結構かっこいいなとか思う曲もあるし、はい、だけどその中でやっぱりなんかクスッと笑っちゃうポイントっていうのが絶対にあるのがやっぱすごいなと思っていて、はい、なんか自分たちもあのすごいかっこつけて踊ったりしてるけど、なんか本気でやっぱふざけて、はい、あのなんだろうな、踊る瞬間もあるし、こうセリフ言ってる瞬間とかもあったりするので、うんうん、本当にね、さまざまなあの楽曲を聴いてほしいなと思っています。よろしくお願いします。楽しみ。そして発売日の4月27日にはですね、ミニライブ&お見送り会イベントも行います。初めて3人でこうお客様の前でねイベントをするので、結構緊張もしてるし、うん、はい、あの3人でリリースイベントっていうのが初めてだから、うんうん、え、なんかどういう風になるんだろうみたいな、うん、そうですよね、うん、全然イメージが湧かないし、うんうん、なんか自分たちのさ、なんか今までのライブとかイベントとかの様子とは多分全然違くなるんじゃないかなと思うから、うんうん、なんかそれこそなんかモーニング娘。のイベントに私がいるみたいな感じじゃん、うん、でもそうですね、メンバー的にはね、言ってしまえばそう、もともとその2人はモーニング娘。のね、メンバーだったので、そこに私がいるっていう、多分最初はちょっと不思議な感じになるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ぜひね、たくさんの方と楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。まずは M ラインスペシャル2022マイウィッシュから、夏焼みやび、宮本かりん、尾形りさがパフォーマンスした赤い日記帳をご覧ください。愛しています、 I love you。今日のあなたは少し優しく感じました。出会った日を覚えていてくれました。もうすぐこの赤い日記帳も2冊目を買いに行かなきゃいけないけど迷っています。他に好きな人でもできたのですか。日記には書けるのに聞けません。優しく感じました。なのにどこか寂しい目をしていました。もうすぐ誕生日だけど会いた
私が言い出したらどうしますか。こちらの楽曲は赤組4の楽曲ですが、原曲にはかりんちゃんはどのようなイメージがありますか？生で本当に聞いたことっていうのはなくて、うん、こうハロープロジェクトのコンサートで、うん、ソロで歌ってる岡井千里さんが、根本キュートの、それが初めてだったので。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だからそれがすごい印象だし、うん、そっちの印象の方がもともと強かったけど、うん、この曲なんかどのグループの曲だろうみたいな感じで、やっぱ幼いかりんちゃんは思って調べたら、うんうん、めっちゃミュージックビデオかっこいいっていうか、うん、そういう印象ですね。確かにね、なんか可愛らしさもありつつ、うん、こうなんかちょっと大人っぽくしようとするね、うん、後藤真希さんもすごい印象的だし、やっぱり中澤優子さんの涙のシーンは、うん、あー、いいですよね。もうなんかうわってなんかね、キュッてなんかなる、うん、そうですね。私何回見たんだろうってぐらいこのね、あのミュージックビデオをたくさん見たから。私はどんな人形てなれないの。実際にパフォーマンスしてみていかがでしたか？私が歌ってない瞬間も、はい、なんかすごい緊張する楽曲だなって私自身は思っていて、はい、そう、なんかだから歌い方とかも優しく歌いたいんだけど、こうなんか力んじゃう感じの時もあったりとか、自分の中ではすごい難しい曲だなっていう印象がやっぱ強かったかなっていうふうに思います。なんかやっぱこの曲はこう表の声というか、うん、まあ、あのチェストボイス、ね、うん、胸で歌う声と、うん、こう普通にファルセットって言って裏声、うんうん、で歌う声とで、こうなんだろう、うまく使い分けないと、うん、なんかうまく歌えない曲というか、ね、そう、なんか強弱つけるのすごい難しい曲だよね。そうですね。だから本当に私が歌ったこうサビのパートとかは、うん、あのミックスボイスって言って、うん、こう地声と裏声の中間のところとかを絶妙に通したりとかして、うん、こう工夫をしないと音程が取れなくて、うん、なんでこれはもう本当に難しいけど、こういろんな人のこういろんな声で聴きたい曲だなと思って、うん、一人で歌いたいなと思った時もあったんですけど、うんうん、なんかそれよりもやっぱり CM ラインクラブのみんなで歌いたいなっていう気持ちで選びました。ありがとうございます、はい、私の一曲。このコーナーでは出演メンバーがテーマ別に選んだ思い入れのある楽曲を紹介していきます。今回のテーマは原点。さあ、誰がどんな楽曲を紹介してくれるのでしょうか？長谷川萌実です。今回私が紹介するのは
ビタースイートの幸せになりたいです。ビタースイート幸せになりたい、2017年にリリースされたビタースイートのメジャーデビューシングル。この楽曲はビタースイートのメジャーデビュー曲で、ビタースイートにとってもある意味原点の楽曲、そして私長谷川萌実自身の、原点である地元の長岡で撮影をさせていただいたので、私自身撮影をしながら、あ、部活でここを使ってたな、ここで打ってたなとか、よく歩いてたなっていうところを、ロケーションとして使いながら撮影させていただいたので、なんかこう懐かしい気持ちと、私ずっとここに住んでる時から歌好きだったなっていう気持ちが曲と相まって、一緒に本当に思い入れのある楽曲となりました。そしてこの楽曲の好きなところは、伸びやかなメロディー、このメロディーをつけたのは私たちなんですけど、本当にハモリも力強く最後までサビの締めの部分まで伸びていくのが本当にパワーを感じる楽曲になっていて、でサウンドもバンドサウンドで力強くなっているので、私たちはこの楽曲を歌うときに音源でも歌うんですけど、弾き語りでも歌うときがあって、本当にこう抑揚の、つけがいがあるというか、そういった楽曲になっておりまして、余計こう弾き語りだとピアノ一本とかになるので、本当に生の私たちのハモリをこう皆さんに浴びせるような、そんな気持ちで歌っております。ぜひ、ライブに来てこの楽曲を聴く際には、そんなところにも注目していただきたいです。続いては M ラインスペシャル2022マイウィッシュから、高橋愛、田中玲奈、夏焼みやびがパフォーマンスした Go Back, We Can Go Back をご覧いただきます。その前にちょこっとね、かりんちゃんとお話をしようかなと思うんですけど、なんか Go Back しちゃったみたいなエピソードは何かありますか？ありますね。あるで、私はジュースジュースの時代に、お母さんに自分の自撮りの写真を送って、どれがいいのかとかを決めてもらったり、お母さんがなんか時々加工したりしてたんですよ、私の顔を。そうなんですけど、なんかそれをするためにね、もうすごいダメ出しが多いんですよ、お母さん。もっとこうした方がいいよとか、表情が硬いとか、だからもうありとあらゆるところですんごい自撮りを撮って、本当にね、100枚ぐらいの自撮りを毎日送ってたんですけど、その100枚ぐらいの写真をですよ、なんと、ジュースジュースのグループの LINE に送っちゃったんです。あー、ちょっと恥ずかしいやつ。恥ずかしい。しかもただメンバーがいれば笑いで済むんですけど、マネージャーさんがいるところに送っちゃったんですよ。もうみんななんだ。そう、だからこれは確認すればいいのでしょうかみたいななっちゃって、違います違います、ごめんなさいって、もう消すのも大変だし。そうだね。もうめっちゃ恥ずかしかったし、その後もう3日ぐらい全員にネタにされるんです、そういう恥ずかしいエピソードね、たくさんあると思うんですけども。ありますね。このライブではね、恥ずかしいことはなかったかなと思うんですけど、なんかこのパフォーマンスをしてみて、やっぱりこう曲の中にセリフがあったりするのね。ありますね。そうで、だからなんかそういうところをこう、なんだろう、みんなを笑わせに行こうというか、なんかこうちょっと演技が入るから。そうですね。そう、なんかそういうところが私的にはすごくなんか難しかったポイントではあるので、なんかそういう瞬間も見てほしいし、やっぱね、愛ちゃんが特に私の中ではもう表情とか、その何だろう、もうセリフの言い方とかが、CD とはちょっと違う感じで、そうですね、リアルな感じでね、その場の雰囲気と自分のノリとでバーって言ってる感じがすごいなんかこう、ハマってて。そうですね、面白い感じだし、やっぱやりきってる感じがかっこよかったので、そういうところもね、ぜひ注目して見てほしいなと思います。はい、では皆さんご覧ください、どうぞ。初めてうちの父さん、本当は呼んだけれど招待、
父さんや内緒。今度のデートは横浜へ行かない。彼にストップとメッセージを送る。すぐ既読になり届いた言葉は、お前これしぎるのかって父さんから。これはスケジで Go back, go back。 ごめんけどでも Go back, go back, go back。 5秒前に Please go back, go back, go back。 ごめんけどでも Go back, go back, go back。 5秒前に Please go back。 悲しい曲は Can't go backシューツ着て部活の先輩が強引でこの人超有名。塾があるんですなんて嘘ついて、実はみんなと待ち合わせ。今日のカラオケは何人集まってる。みんなにストップとメッセージを送る。すぐ既読になり届いた言葉は、お前塾じゃないのか。先輩からこれもしかして Go back, go back。 ごめんけどでも Go back, go back, go back。 5秒前に Please go back, go back, go back。 ごめんけどでも Go back, go back, go back。 5秒前に Please go back。 悲しき Go back, can't go backどうしようかな。あららやっちゃったどうしようもない。あららやっちゃったどうしようかな。あららやっちゃったどうしようもない。もう気をつけてあの失敗以来何はねえか座右の銘の私に。不意に父さんからメッセージが届いた。ママいつもありがとう愛してるよって。父さん送る相手間違ってるよ。 Go back, go back。 ごめんけどでも Go back, go back, go back。 5秒前に Please go back, go back, go back。 ごめんけどでも Go back, go back, go back。 5秒前に Please go back, go back, go back。 ごめんけどでも Go back, go back, go back。 5秒前に Please go back, go back, go back。さあ今回は私のおすすめのお菓子を紹介したいと思います。一粒甘露さんのグミッツェルです。グミッツェル、一粒甘露さんの人気ナンバーワン商品。外側はパリッと、中はしっとりとした次世代食感グミで、独特の食感とプレッツェルの形が特徴的です。もともと私グミがすっごい大好きで。そうなんですね。そう、もう本当にいろんなグミを買っては食べてっていうのを繰り返しているんですけど、はい、ASMR、はい、この動画でこう音を聞かせる、うん、食べてるね音とか、それでこのグミッツェルっていうのが出てきて、うんうん、でそれで流行ってるっていう風に、うん、なんかちょっと話題になってたのね、はい、でそれで私も知って、でこれは買わなきゃと思って、うんうん、なのでちょっとこれ今回かりんちゃんに食べてほしいなと、はい、はい、思って持ってきました。食べたいなと思います、うん、どうしよう。でもやっぱメンバーカラーのじゃあ紫の、うん、はい、紫はグレープかな、グレープですかね、うん、いただきます、はい、食べる時の音に注目してください。うん、めっちゃ美味しいですね。私もグミ好きなんですけど、うん、
食感オタクの方なんですよ、うんうん、どちらかといえば味じゃなくて食感が好きなタイプで、うん、だからこの大好きです。パリパリとどっちも楽しめるグミとか大好きだし、うん、しかも何ですか、こう一口で終わらない感じ、ね、なんか 2,3 口いける感じが、うんうん、なんかプレミア感あって嬉しいですね。あーよかった、おいしいラ・フランス、これがめっちゃ好きで、洋梨ですね。そう、じゃあいただきます。はい、おいしい、いい音ですね、うん、薄くこう飴がついてて、うんうんうん、中がこうもっちりしたような食感で、うん、なんかすごく食べやすさもあって私は、うん、あの好きだなっていう風に思いました、うん、でなんか甘さもすごい甘いっていうよりかは、まあ割となんていうのかな、大人も食べやすい、そうですね、そう、うんうん、ちょうどいい甘さっていう感じで、うん、なんか、ね、大人たちにも差し入れとかするのにもいいのかなと思って、うんうん、私はすごく気に入ってます。いやいいですね、ちょっと個包装のね、そうそうそう、グミらしいので、うんうんうん、なんか結構ね今のご時世こうみんなに配ったりとかするのも難しいけど、うこう一個一個で渡せるから、バラバラ、ね、それもね、うん、結構おすすめな、ね、要因の一つというか、そうなの、ね、ぜひなんか誰かにプレゼントとかしてみて、うん、してみます、はい、気になった方はぜひねチェックしてみてください。続いてはこちらの映像をご覧ください。夏焼みやびです。竹内あかりです。 M ライフスペシャル2022毎日週、今回のスペシャルゲストは竹内あかりちゃんに来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。あかりちゃんは、はい、この M ライフライブに出てくれるのは2回目そうですだったんですけれども、はい、今回のスペシャルどうでしたか。めちゃくちゃ今回も暑くて、うん、めちゃくちゃでも楽しかったです。はい、なんか本当に、うん、なんで選曲、うん、セットリストの中に入ってる曲が、うん、なんで私がこうまだデビューする前とか、うん、ハロプロ X の時にこうバックダンサーで踊らせていただいた曲とか、うん、あとはなんか本当に袖で見てた曲とかを、うん、いざこう一緒になんかやることができて、うん、それがすごいなんか個人的にすごい嬉しかった。一番これ良かったなっていう曲あった、なんか、え、私本当にバカにしないでがめっちゃ好きで、昔からやった。それなら私が初めて、うん、ハロープロジェクトのコンサートに、うん、ハロープロ X として出させていただいた時に、うん、それから見てて、ちょうどその曲やってて、で、まあ、その曲すっごいかっこいい、好きだって思ったんで、やっとできたので、それが本当に嬉しかったです。よかった。はい、ありがとうございます。今回ね、パワフルなあかりちゃんを見ることができたので、はい、もう私もすごく元気をもらったし、もうまたね、ぜひこのライブに出てほしいなと思います。お願いします。お願いします。ということで、このライブは続きますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。ということで、以上、みやびと竹内あかりでした。バイバーイ。バイバーイ。最後はビタースイートスプリングライブ2022からビタースイート涙の糸でをご覧ください。星が夜空に消えて、静かに夜明けが訪れるように、悲しい出来事
器用だけど痛みを乗り越えて生きてゆくの一歩ずつでも歩いてゆけば道になる今日が重なって明日は続く涙の糸を泣くたび紡ぎながら心の傷を今そっと包みましょう涙の糸で二人の心結び前を向き歩いてゆこう心の傷を今そっと縫いましょう涙の糸で二人の心結びいつでもそばにいるから M ラインミュージックお別れのお時間になりました、はい、ということでお届けしてきましたがどうでしたかりんちゃんいやでもさっき ASMR の話してたじゃないですか、うんはいはい、私あのハロープロジェクトの時代に、うん、おまけチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、うん、そこで ASMR やらせてもらったことあって、でも私 その時の ASMR では、うん、その外の音だから、うん、その氷を回す音とかなんかページをめくる音とかそういう音をやったんですけど、うん一番好きなの咀嚼音なんですよ。そう食べる。そう食べる音、うん、で、ダイエット中とかもそうだし、うんうんうん、まあそれに限らずなんですけど、うん、永遠に見てたりするんですよ。だからやりたくてしょうがないです。自分でも聞きたいんですよ。あ、そっか。なんか自分で、なんて言うんですかね、自給自足って言うんですか、はいはい、で自給自足 ASMR できるならやりたいなってずっと思ってるから、うんうん、ぜひ。ね、ぜひ。やってほしい。しかもなんか結構甘いものとかも好きじゃないですか、なつやきさんは、うん。だから一緒にね、甘いものとかで、ね、できる日が来たらいいですね、うん。私もすごい個人的に ASMR を見るの好きで、うんうん、なんか寝る前にね、見ちゃうの。いや、でもなんかいいって言いますよね、それ。あ、そうなの？リラックス効果。そうそうそう。なんかよくなんか見てるから自分でもねちょっとやってみたいなって、ね、面白そうだよね。面白そうですよね、うんうん、じゃあ何かの機会でね、はい、もしチャレンジすることがあれば、うん、あれば一緒にねかりんちゃんとできたらなと思います、うん、やりたいです、はいはい、M ラインミュージックでは話してほしいトークテーマ私たちに関するコメントなども募集しています。ぜひコメント欄にご記入ください。よろしくお願いします。お願いします。この番組は毎週金曜日に更新されます。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回のお相手は夏焼きみやびと宮本かりんでした。さようなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか？今後も音楽にフォーカスした楽しい番組をお届けしてまいりますのでよろしくお願いします。ナレーションは田崎朝日でした。またお会いしましょう。